おはようございます。9月6日月曜日の朝です。今朝もまだ肌寒い朝ですね。週の始まり、ゆっくりと動いていきましょう。では仰向けになってください。はい、床に体を預けて、今日の体をチェックしてください。呼吸を楽にしてください。呼吸に気持ちを向けて、今、呼吸で体がどう動いているのか観察してください。頭を左右に傾けてください。その動きをやめて、今度は骨盤ですね。骨盤を左右に傾ける動きをしてください。あまり大きくは動かないと思いますけれども、どうでしょう、最初と最後のチェックだと思って、最初の動きを観察しておいてください。では右足の外くるぶしを左膝、もしくは左の太ももの上に乗せて、右膝は外に開いておいてください。ゆっくり優しく右膝が床に近づいたり戻ったり、この時に左の足首、外くるぶしは右足の外くるぶしは左足から離れない、右膝が床に少し近づいたり戻って力を抜いたりですね。これとっても難しいっていうか、あんまり動かないと思うんですけれども、どうでしょう。これは膝が床に近づく動きですけれども、膝にどんな力を入れても膝は床には近づかないですね。膝の力を抜いてください。想像してください。膝が床に近づくためには、体のどの部分が動けばいいのでしょうか。どこに重さが移っていけばいいでしょう。どこかに力を入れてこの動きをやろうとせず、どう重さが移動するのか、どこの力が抜ければいいのか、というふうに体を探ってみてください。頑張らず、力を抜いたまま抜いたままです。では一旦足を床に預けてください。右側と左側を比べてください。両膝を立ててください。右足の外くるぶしを左の膝の上あたりに乗せますね。右膝は外に開いておいてください。でゆっくり優しく右膝が床に近づいていったり戻ったり、
これ何日か前にやった動きですけれども、この時もこの右足の重さを床の方に移していくだけで、どこかの力を強く使ってこの膝を床に近づけるわけではないのがわかると思います。その時に体のどこが動いているのかを観察してください。お尻はどうでしょう、骨盤はどう動いているでしょう。それによって背中、右の肩甲骨と左の肩甲骨の動きの違い、肩、そして足先ですね、左の足、足の裏が最初ついていますけれども、膝が床に近づいていくときに足の裏はどうなっているでしょうか。頭はどうですか、頭はどう動くでしょう。力を抜いておくとどう動きたがっているでしょうか。手はどうですか、床の上の腕、何か動きがありそうでしょうか。では両手両足を伸ばして休んでください。右側と左側、感じの違いを比べてください。もう一度左足は伸ばしたまま、右足の外くるぶしを膝の上に乗せ、左膝の上に乗せて、右膝は外に開いてください。そして右膝が床に近づいたり戻ったり、さっき左の膝を立てていた時の動きを少し思い出してください。どこが動いていたでしょう。肩や胸の後ろ、腰のあたり、そして足先、頭はどちらに転がっていましたか。腕は床の上でどんな動きがあったでしょう。というふうに体の動きを思い出していくと、膝に力を入れなくても膝が少し床に近づいていきませんか。最初と比べてどうでしょう。無理せず、頑張らず、動きは小さくていいので、体全体の動きに気持ちを向けてください。では、両手両足を床に預けてください。今度は左の足、外足、外くるぶしを右膝の上、もしくはももの上に乗せて、左膝は外に開いてください。そして左膝が床に近づいたり戻ったり、股関節が硬い方はとっても難しい動きになるかもしれないんですけれども、このぐいぐい股関節を開こうとせず、ゆっくり優しく重さを移動していくことだけを考えてください。びくともしない
というふうな方もいらっしゃるかもしれないですけれども、それでもですね、想像の中で体のどこが動いていくと膝が床に近づくのか想像しながらやってください。一旦足を伸ばしてください。ゆっくり呼吸をして力が抜けるのを待ってください。両膝を立ててください。左の外くるぶしを右膝の上あたりに乗せてください。左膝は外に開いた状態で、ゆっくり膝が床に近づいたり戻ったり、膝を床につける必要はありません。膝がの重さを使って床に近づいていきます。頑張らず体重を移していきます。重さの移動でこの動きをしてください。そうすると膝以外の場所はどう動いているでしょうか。最初に動き始めるのはどこですか。膝が床に近づいていくと、お尻、足の裏、肩、そして背中、頭、腕あたりはどんな風に動いていくでしょうか。体全体の動きに気持ちを向けてください。では足を伸ばして、そして左足の外くるぶしを右膝の上に乗せて、膝が床に近づいたり戻ったり、さっきの膝を立てている時の動きを思い出して、体のいろんなところ、右足のつま先はどの方向に動きますか。右のお尻や肩にはどんな動きがあるでしょう。背中はどうですか。腕は体の床の上でどう動くでしょう。頭はどうですか。どちらの方向に動いていきますか。この動きを総合して、左の膝が床に近づいたり戻ったり、最初と比べてこの動き、少し膝が床に近づいたでしょうか。呼吸を楽にして、頑張らず、無理をせず、焦らず、慌てず、ゆったりとこの動きをやってください。では、両手両足を伸ばしてください。今の体、床の上の体を観察してください。骨盤、左右に傾けてください。最初と比べてどうでしょう。この骨盤の動き、少し楽に動くようになったでしょうか。肩も左右に傾けてください。では動きをやめて、ゆっくりと起き上がってください。はい、月曜日の朝の動きいかがでしたでしょうか。骨盤が少し軽くなったかもしれません。週の最初の日、第一歩を踏み出せるような骨盤になったと思います。では今日も元気よくいってらっしゃい。